はい、今からですね、ターゲットはですね、金沢さんというパレードデザイナーの方がいてですね、まあ、このパイロ3が、まあ、完成に至るまでの、要はプロトタイプ秘話、はい、本当は見せたらダメなんですけども、こういう段階を追ってね、ここに至りましたよっていう、プロト秘話をですね、直々に金沢さんからですね、お手紙があるので、これをちょっと読みながらね、楽しんでいこうかなと思います。はい、パイロ3プロトの、変化について、金沢支店で書いていきます。背景星野さん、はい、書いてないです、そんなん書いてないです。記憶を掘り起こしながら書くので、星野さんとの、話の相違があるかもしれません。あるかもしれませんね。どっちだかわからない話が出ちゃったら、星野さん側を抑えようということで、お気遣いありがとうございます。お伝えください。また長いですが、使われなくても構いませんので、結構尺を気にされている方なんですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。ファーストサンプル、はい、これですね。エリシンのフロント部分、プリズムカットという台形の並んだカットが気になると最初に星野さんからコメントもらいました。うん、そんなん言いましたかね。言ったんでしょう。はい。うん、例えば僕の中で、まあ、1で2を作った時に、まあ、1で線の刺激、2で点の刺激っていう風にイメージして、で、まあ、3で、まあ、それを点線面っていう部分を、刺激として、まあ、要はいいところを、まあ、合体させていったらどういう形になるだろうか。うん、まあ、ヒントを得たのは、あの昔ながら使ってるあのローレット、うん、あのハウスダンスとかでよく使われてるやつですよね。ああいう感じの感触を、最新技術を使ったらどういう風な形になるんだろうか、これが僕の最初の疑問やったわけです。で、それを、まあ、バレルデザインの金沢さんに、伝えて、まあ、作っていった、これがもうスタートなんですけども、まあ、気になると、最初に星野さんからコメントもらいました。当初に最初が2回続きましたね。これは間違ってるのかな、金沢さんが、プロトモデルなので叩き台になればいいくらいの勢いでアウトラインは、パイロ1、パイロ2を踏襲する形、うん、フロントデザイン等もないまま、そうですね、ほんまに叩き台で、自分自身が持つ場所の感触をね、確かめるためだけに作ったっていう叩き台です。デザイン等もないまま、プリズムカットをメインにしたバレルの図面を慌てて作りました、ね。はい、慌ててくれたんですね。はい、が、図面では綺麗な台形に見えていたんですが、そうなんですよ、これ図面でね、そういう風に見えても、実際出来上がってくるとですね、これほんまにあの図面上は間違ってはないんですよね。で、図面上間違ってないんですけど、実際出来上がってくるものが結構違ったりっていうところがあるんで、そこからのすり合わせが結構ね、必要になってくるんで、ここからがまた大変なんですよね。はい、実際に削ったものはプリズムカットとは、程遠いものになってしまいました。そうですね、どっちかっていったらあの今このパイロ3のギアグリップと比べてみると、まあ、タイルみたいな感じですかね。はい、感触的には、グリップの感触も特殊な感じはなかったのですが、取り急ぎ星野さんに転送し感想をもらうことに。はい、これがこのファースト、はい、ファーストサンプルです。セカンドサンプル A、 これですね。はい、ファーストサンプルで失敗したプリズムカットをきちんと修正し、どのように見えるかカラーコーティングも施しました。はい、これがね、意外とね、大変。カラーコーティングまで入れちゃうと意外と大変な工程に切り替わっちゃうんですよね。はい、合わせてフロントのデザイン、バレルの中央部のデザインですね。フロント、はい、中央部ですね。デザイン、バレルエンドのデザイン、バレルエンドです。はい、デザインも加えています。うん、星野さんの場合、プロトの制作数が多く、はい、いつもご迷惑おかけします。はい、そうなんですよ。まあ、よりいいものをね、世に出したいっていう気持ちがあってですね、必ず僕がいいよっていうまでは、これごめんなさい、これは僕の、あの、わがまま聞いてくださいっていうことでね、ターゲットさんの最初の頃から了承してもらってるんで、いつも多くなっちゃうのは、申し訳なく思ってます。短期間にデザインを変えて図面を引き直すのが本当に死にたくなるほど大変でした。大変なので生きてください。、ね、死にたくなるほどやったんですね。
すみません、ほんま。パイロ1とパイロ2で感じていた星野さん好みのデザインに寄せていきました。しかしこの段階ではフロントのデザインを個人的にもうちょっと変えたいなと思っていました。はい、正直に言いますね、僕も変えたいと思ってました。僕も、うん、これはちょっとあれ、まあ、近未来的でいいかなとは思ったんですけども、僕も変えたいと思ってました。はい、でサンプルのフロントデザインで、多少遊んでますが、遊んだデザインはいまいちだったのにボツになりました。はい、ボツになりましたね、これね。はい、セカンドサンプルアットファクトリー、これはですね、まあ、アットファクトリーっていうのは、ね、実際工場に、ここから実際工場に赴いて、まあ、想像するそのイメージを出してですね、その場で作ってもらうっていう、バレル作ってもらう身からしたらですね、なかなか贅沢な、ことをさせていただいて、まあ、当然工場見学もして、こんな技術あんのみたいなね、これは結構お見せできない部分がね、そしてここで星野さんが自ら中国工場に行き、さらに調整が加わりました。はい、そうですね、非常に分かりづらいですが、サンプルのグリップ部分のプリズムカットの高さを列によって変えてます。そうなんです。はい、ここから、僕の、直の声っていう部分で、まあ、実際この、セカンドサンプルまでで、この感触はなんかちょっといい感じだなっていう部分がやっぱあったんで、これは使っていきたいと。うん、ただ、僕はやっぱワンツーでもね、取り上げてきた指に与える刺激っていうんですよね、試合中ですね、どんだけ緊張してたらなんかふわふわするじゃないですか。でそういう部分を指先からなくしていこうと、そういう風に考えてはる方も多いんじゃないだろうかっていう部分で、まあ、ファイルを制作にあたってワンツー、刺激っていう、指に与える刺激っていうものも大事にしていくと。でその部分で、セカンドサンプル2まで、セカンドサンプルまでは、刺激という部分がやっぱ足りなかったんですよね。うん、でここで、配列高さ高低差をつけての配列っていう部分を、考えてみて、その場で作ってもらいました。非常な繊細な設計になりますが、触ってみると確かに、デコボコが感じられて、これはいいアイデアだと思いました。ありがとうございます。しかしこれは図面引くのしんどいぞですね。はい、とも括弧笑い。